でスラムズキュッ。どうも映画チンピラジャガモンの斉藤です。お願いします。どうも映画バカ芸人アンコです。パリパニュー。はい、このチャンネルはですね、映画好きが集まってただただ映画について語っていく番組でございます。はい、はい、そして今回やっていく企画はキスシーンがすごい映画すごい中居くんのオーダーの時ぐらい張り上げたチャリチャリの懐かしいね、以前アップした動画に皆さんにキスシーンがすごい映画なんですかと、うん、コメントを募集したんですね。しましたね。はい、そしたらどうでした。191件のコメントが来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。助かります。おお、なるほど、これはね、もう名キスシーンですから、うん、そうなんだ、うん、二階堂ふみちゃんがね、うんうん、星野源さんにあのガラスの破片を含んでチューするという。僕のキス映画といったら地獄でなぜ悪いです、はい、確かガラスを口に含んでキスするんですけど、いろいろと刺激的で忘れられません。うーん、二階堂ふみさんエロエロいじゃん。エロい、魅力的だね。エロエロじゃないですか、うん、意外と海さんだからこう、大丈夫に見えるよね、うん、大丈夫なわけないんだけど。溺れるナイフはね、菅田将暉と小松菜奈ちゃんだよね。そう、小松菜奈さんにジュースをあげて口からこぼしたところを舐め上げるシーンを見て、そうくるかと思った。キスシーンかどうかは微妙ですが、きっと記憶に残るシーンでした、うんうん、え、そんなのそんなシーンあったっけ。あった気がする。これエロいな。菅田将暉が小松菜奈の首舐めながらの見つめ合って、うん、キスシーンはエロいしエモい。首から入っちゃうんだいやエロいねちょっと今学んだみたいなテンションな。いやいいね、ここから行くんだ学んだ学んだ使う今度使う。おーよかった、なんか観点がちょっといやいいんですけどね。耳から入るのは知ってたの、首は知らなかったもんそのだからやばくない、そのリアルなのなんか知んないが。いやなんで、あー見てないんだ俺。同性愛のやつだから、うん、LGBT の最近のやつですね。君の名前で僕呼んで、いきなりベロ、あの二人のキスシーンは脳裏に焼き付きます。あ、いきなり行くんだあ、学んだ。いやいや、さっきはね、首筋をね、学んだんだけど。で、僕は首筋から行きたいタイプなんで、じっくり段階を踏みたいんで、これはちょっと回避かもしれないですね。あ、なるほど、はい、いいよ、もうなるほどもいらないよなんか視点が違うのよ、なんか。え、このキスシーンいいよね、ロマンチックだよねでいいじゃん、別に、うん、なんかその、はぁ、首から行くんだああ、ベロから行くんだみたいなそれはさ、もう家でやってほしい、そのマイガールってどんなやつ。これ、マコーレカルキンが出てあーそうそう、あの可愛い、はいはいはい、マコーレカルキンとアンナ・クラームスキーが子供同士でチュッとするんですが、なんとも爽やかでいじらしい。見ていたのは僕も小学2年生ぐらいですが、ビデオだったので親がいないところで何回も何回もそのシーンだけ繰り返し見ていた記憶があります。いいエピソード。恋愛とか分かってない年齢ですが、なんとなく脳裏に焼き付けたかったなと思います。うん、子役のキスね、なんかこっちも違うドキッとするよね、うんうん、親心ダメよ、でもいいよ、分かる、そう、分かる分かる分かる、ダメ、でもいいよし、その先行かなければよしそして今回はスタッフさんが全て集計してくださっていますので、はい、こちらをランキング形式で発表していきたいと思います。いいねー、はい、カウントダウン TV みたいですね。おーそうだ、はい、じゃああれやってよ、なんかみたいな、うん、チェケロー、お、行こう。ではキスシーン仕切り直しでした、すいません、はい、バックハグしてて、バックハグしてて、バックハグ中止してたっけな。なんかこのイメージが強いもんね。強いもん。なんであんなことしてんの。危ないよね。そうそう。あ、でも。あ、これこれ。ここか。ここか。そこそこか。やっぱこれじゃない。バックハグキスがあるのか、うん。これが最初のキスだっけ。この前にも車の中行ってんだっけ。いや、車どうなったのね。コメント見てみる。はい。ローズが救命ボートから降りて階段のところでの場面が泣ける、タイタニックの名シーンのところが良き、うん、あそこ見たらなぜか涙が出てきました。あの二人のキスシーンは芸術的、芸術的、芸術の域に行っちゃってんだ。確かに彫刻にできそうなぐらい綺麗なシーンです、うん、お、すごい、タモリさんからコメント来てます。タイタニックも良くない確かにタモさんっぽい、タモさんっぽい、ちょっとなんかマイク持って行ってるイメージ
ージあるわ。タイタニックもよくないって。逆さま中そっちの方 ね絶対そうだと思う、トビー・マグワイアの時のスパイダーマンの逆さキスは小学生ながらにとても素晴らしい気持ちになります。サブライミ版スパイダーマン1作目ラストのキスシーンはピーターの覚悟も MJ のハッとした症状もいろんな感情が芽生えてしびれました、スパイダーマンファーフロムホームのキスシーン、あ、ファーフロムホーム MJ がタワーブリッジに助けに来るところから最後ピーターがガッツポーズしてスキップする一連の流れです。あー覚えます。え、わかった覚えてね、覚えてね。旅行先でしょ。旅行先で、うんうん、多分キスの回数だったらアメージングスパイダーマンの方がしてるはずだよね。あーでも確かにそうかも。そうだっけ。アメスパの2の時ってあの2人がさ本当に付き合っててさ、うん、相手の好きなとこを言い合う場面があって、あーはいはいはい、すげえうわーいいシーンって思ったらアドリブなんだったんですよ。だから本当に付き合ってるから本音を言ってるだけなのあの場面。あーあんなの怒りで見るよ。そうそうそう、なんだよふざけんなよ。いや俺映画にはプライベート持ってほしくないの。うるせえな。お前もプライベート仕事に持ち込んだよ。作品として楽しませてよ。さっきから取り入れてんじゃねえか。そうだよ、首から行くんだとか下から行くんだとか言ってただろさっき。ごめん、冷静になったらダメだな。ダメだよ。そう、エレベーター、エレベーターなんかエロいんだよね、照明もラブホンみたいな空気になるんだよ、なんかエレベーター。わかる、あと閉鎖的っていうね。そうそうそう。コメントどう来てます？エレベーターの中でスローモーションなキスシーンからのギョッとするバイオレンスは映画史レベルですごい、うん、ドライブはバイオレンスと愛の境界線完璧、うんうん、確かに暴力との相性もいいのかね。そうね、対比みたいになるんだね。これは譲れない。伝説のエレベーターシーンは最高です。少しぎこちないけどロマンチックなキスの直後に訪れる顔が砕ける音が聞こえるほどグロテスクな瞬間、主人公とヒロインがくっつきすぎないところもいい。私は普段見てるこちらが恥ずかしくなってしまってキスシーンを直視できないんですが、うん、この作品のシーンはすごく自然な流れだったので抵抗がありませんでした。こんな恋人が欲しい。ハート。ドライブ、ちょっと見てないんで私も見てみます。うん、あ、これだ。あ、キスシーン、確かにこれは1位かもね。壁に追いやるタイプだね。あーい、やっぱ追いやるっていうのがやっぱいいですよね。もう逃がさないぞというかね、そのコーナーに追いやる。コーナーなんか揺れながら、めちゃくちゃ揺れながら喋ってるけど、ちょ追い込まれたくないな、この人に。追いやられてホールドされるからほら、なんかおっぱい飲んでみたよ。おい、おっぱい映画特集じゃないよ。いや違う違う、キスキスキスだよね。じゃあラブちゃんがそう言うから。だってそう、顔褒めしちゃいわけないんだから。ちょっとやってんじゃん、もう一回やってみてんじゃん。いやだからこういるじゃん。うん、いて、おっぱいじゃん。いや違うって。じゃあおっぱいはこうじゃん。いやいや分かんない、おっぱいはこう、優しく優しくじゃん。おい、これ使えないぞ。3人のキスシーン。いやちょっと、ちょっとモチベアのあの人だけなんですよそれは。いいんですか。ダメだよ。3人のおすすめのキスシーン映画、はいはい、こちらをね特集していきますのでお楽しみに。あとですね、いよいよ待ちに待った、すごいベッドシーンこの映画っていう特集もやりたいと思います。あんこさんが大好きな企画ですのでお待ちください。よし、見たベッドで盛り上がろうぜ。やなパーティー始まるのもね。パリピだな。意外にあんこさん下ネタめっちゃ言うね。いや、言わないよ。あんちゃん、ただの隠し方。あ、俺そういうの苦手だし。いやだって俺とのライン下ネタ始まる。本当言うからダメだ。本当に。